本キャンプ初の休日ということもあり、キャンプ地天福球場にはおよそ3500人の観客が詰めかけました。まずファンを沸かせたのは新外国人のデビッドソン。バックスクリーン直撃の一発を放つとこの拍手。58スイング中7本の柵越えを放ち、持ち前のパワーを見せつけました。そして正午過ぎ、黒田博樹球団アドバイザーがサプライズで登場。明日からの本格始動を前に新井監督、選手たちと言葉を交わしました。今年1年、素晴らしいシーズンを送れるように、素晴らしい野球人生が送れる、手助けが、できればいいかなと思っています。